スペクトラム・オブ・ザ・シーズはロイヤル・カリビアン・インターナショナルが運行するクルーズ客船、クアンタム・ウルトラクラスの1番船、クアンタムクラスの3隻と同様スカイダイビングができるアイフライ・ノーススターの他に VR 技術を駆使したアトラクションが追加されている。就航は2019年4月、グローバル・オデッセイと称してバルセロナを出航。 46泊の旅程で上海に入港した。同年6月3日、上海で命名式を挙行。日本には就航間もない2019年6月に大阪市の天保山客船ターミナル及び神戸市の神戸ポートターミナル横浜港へ寄港した。就航初年は上海を母港とし、クアンタム・オブ・ザ・シーズンに代わるアジアラインのクルーズ客船として運用されていた。 なお、当初の計画では、2020年7月に開業予定の東京国際クルーズターミナルの入港、第一線とされていたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う影響により、実現しなかった。公式サイトでは、クアンタムクラスとは別物として扱われているが、相当数が禁じしていることからウィキペディアでは、同一クラスとして扱う。ありがとうございます。